はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化街道高校、サクチャレの本番をやっていきたいと思います。投手でやっていきます。で、投手で試走した時のデッキと全く同じだとあれなので若干変えました。まあ多分ね、試走で走った時の方がいいデッキだとは思うんですけれども、うなごろうくんのね、SR ではありますけれども自前で手に入れることができましたので、セーラーココロちゃんをお借りして、やっていきます。ルナちゃんが抜けてますね。なのでパーセンテージ的には、まあうなごろうくん PSR のプラゴで、お借りできるのがでかいのと、SR のね、ルナちゃんがプラゴになってるっていうところを考えると多分前の方が、伸びそうな感じはしますけれども、まあね、全く同じっていうのも味気ないのでちょっと今回編成を変えてやっていきます。まあ方針的には基本的には一緒ですね。まあ、最初は3回練習狙って評価上げつつというところです。で、監督の評価もね、やっぱちょいちょい上げていかないといけないんで、でむっちゃんが出てきたので上げつつ、あとそうか、ココロちゃんも出てきたらココロちゃんも上げていかなきゃいけないのか。まあ、クリスマスはねやっぱり一緒に過ごしたいからね。ここは負債がいるな。あ、のごろくんはコントロール、かおるちゃんはスタミナ、え、かわせちゃんは球速、友沢はいつもと一緒で、むっちゃん1人、変化球とか多分これ全然伸びないですね。友沢1人なんでさてどうしようかな。3回練習の時に変化球がないっていうのもちょっと厳しいからな。1回変化球練習しておくか。そして回復してくれなかった。変化球1にするのってどれくらいかかるんだ。変化球ポイント、お、10手に入れた。よしよしよし、これ25ある。あ、24、スライダーは24で覚えられる。カットボールも24。フォークとか無理だな。パームはなあんま好きじゃないからな。なんか球の軌道的にあんまり好きじゃない。まあコツっていうのもありだけどな。ここにするか。むっちゃん上げつつ友沢、よし、体力回復からのこれにしてみよう。39、39、まあ、40、40で80くらいは手に入るといったところかな。で、まあ、1回寝ておいて3回練習でもしますかね。さてどこにする。友沢か。ちょっとむっちゃんの評価を上げて回復して、よし、球速球速で3回やろう。ここはもう無理やり3回やりましょう。あ、ココロちゃんもいるしね。で、イッチーと戦う前にやっぱフォークだな。フォークが一番使いやすい。で、うなごろうくんはもうイベント成功させる必要ないから2回目で切ろう。で、フォークを覚えてコーチ回復してくれ。してくれなかった。逆襲の一致、前回は負けたからな。まあ、別に一致に負けたわけじゃなくて薬師寺に負けたのであって、薬師寺のやる気は若干ない。ローボールヒッターアウトコースか。じゃあインコースの高めで攻めようと見せかけてやっぱりフォークは投げる。いや、すげえコントロール乱れたな。どうよ、今回は勝ったぜ。ちょっとどんくらい上がるか。ここは一緒でしょ。20、全部20上がるのかな。そうだね、全部20上がって復活。あ、ここは回復します。ほい、打たれ強さとかなんかもう取っちゃって良さそうだね。で、ここからはいろいろ考えていこう。コントロールコーチか。まあ、むっちゃんは大丈夫そう。うん、五郎くんとかおるちゃんの評価も上げたいな。
35、42か。スタミナがね、そんなに経験点が入る。直上げ系なんで、ものじゃないんで。ちょっと一回メンタルで様子見よう。友沢がいるから、技術ポイントは稼げる。あ、絆、早い。デコテン。これって2人いると、いろいろ評価が上がるな。さて、じゃあちょっともう一回3回考えるか。心ちゃん、もう1回くらい3回やらないと評価乗らないかな。で、もうこれは伸び。やっぱ伸びがいいよね。お、で、タッグを組んで、カロリーバー食うか。もう早めに。1個。で、ここは経験点を取りに行きます。ブレイクスルー打てるな。あ、ブレイクスルー打てるんだったら、打っちゃおう。よし、3回目。ポーカーフェイスは敏将がないんで取れない。何気にダブルタックだったか。これも何に感じにすんかな。勝ったけど。また打たれ強さか。もう打たれ強さで5になった。ちょっと見てみよう。5になってるね。じゃあほっとこ。取るまでもない。で、のぼろくんとかまだか。変化球練習、そんなに変化球の人がいないんであれですけど、一応上げとこう。で、何気にね、やっぱり、いや待て、夕食おごろう。ここももう一回3回狙うか。全開するよね。全開してからのあと2回。ここでちょっと減るは減るんだけど、いけるっしょ。臨床も手に入れて、結構タックが来るね。なんか知んないけど、ポーカーフェイス取っとこうか。ほい、川瀬ちゃんから臨床ポイントもらったんで、自然回復すればどうだろうな。いけるかな。回復もありだよな。じゃあ回復しよう。これでなぜ回復するのかよくわかんないけど、試合を見て回復する。よし、ここは二重跳びにしよう。なんとなくよくわけ、なんか足くじいたとか言い出しやがったこいつ。体力は減ってるんでちょっと回復します。で、そこからココロちゃんも、まあ乗ったは乗ったね。なんかずっと変化球練習ばっかりやってんな。まあいいや、やろう。で、もう一回練習してブレイクスルー打って3回いけそうだね。うん、そうだね。ただよっぽど、よっぽどなものがないとあれだけど、これどうなの。スタミナが一応ダブルはダブルなんだよな。まあいいや、次にかけよう。変化球コントロールだったらブレイクスルーからの変化球。全然ポイント増えないけど、まあ、これはこれで一応やるにしとこう。ストロングポイントか。応援してくれ。なんか応援してくれとか懐かしいな。やる気が下がったけど、いやー無理無理無理、もう無理。ちょっと上げていこう。変化球ポイントが何気にめちゃくちゃある。フォークだけでいいや。ここはもう寝るしかないっしょ、どう考えても。 99% とか寝よう。さて、ココロちゃんは来なかったね。
あ、これは美味しい。なんで？阿久津か。阿久津くんがいるからか。肘爆弾。マジで変化球のレベルがどんどん上がってくな。これルナちゃんがいればだいぶ違ったね。小吉。あ、ただこの子はね、あ、てか寝るんじゃなくて絆やればよかった。しまったしくった。のごろくんワンタッカーだったらちょっともう一回狙いに行くのもありだよね。根性、勝ち運、緩急全部取れる。緩急、根性、勝ち運、よし、いけるものはどんどん取ろう。うん、なかなかいいでしょう。てかめちゃくちゃ落ちると思うんだけどな俺のフォーク。でこれもいいよ、理想は理想で3回いけるね。まあ、3回でいいでしょう。でこれも経験点を取っていきますと、一応成功はした。まあ余計なものがつかなければ全然いいでしょう。お二人か、お二人か、まあやろう。あ、内角ね。こうやってやる気とか上がんの？よくわかんない。コントロールが一人。ココロちゃんか、ココロちゃん来ないな。どうすっかな。ブレイクスルーはいけんのか。ただワンタック、2月の1周、ちょっと一回普通にコントロール練習をして、でブレイクスルーを使うかどうかは考えよう。打たれた。やる気が。そしてめちゃくちゃ下がってんな。あー、これコントロールやろうかな。こっちはこっちであるのか。一応ブレイクスルー見ながら、プラス71の19。え、どうなの、基礎経験点的に。カオちゃんがいるからこっちにしよう。コツがある。これやる気上がってくれれば最高なんだけどな。これでやる気上げてくれた。で一応ココロちゃんはくれますと。いいね。でスタミナ、川瀬ちゃんはなんだっけ、内角をとりあえず取ったよね。復活取っとこう。違う、カオルちゃんがいるから取んなくていいんだ。まだ内角低め、内角低め、あともう一個持ってなかったっけ。内角低め、根性か。低め取っちゃう。じゃあ560ね、低めほい。でちょっと待って、どうなのこれ、ダブルタックか。いやこれ結構いいな。ここも7090、こっちにしよう。コーチー特製じゃない。で来週なんだよね、来週。ここ一回進めるか、体力全開にしよう。普通に寝てしまったからな。げ、また危ねえ。ここでマジでサボり癖になると超最悪だからな。お、いいね。てか今回なんかむっちゃんの働き具合がなんとなく微妙だな。いや今回は働いてくれたけど、この回ね、全体的に。いや、やっぱりルナちゃんの方がいいかね。ココロちゃんがどうしても彼女キャラだからね、練習のタックが減っちゃうんだよね。うん、阿久津とのタックか、どうだろう。こっちにしよう。
なんか肘が痛いんだけど大丈夫かこいつ。ここは前村オンリー。相馬くんとか言われてもな。こいつか。で、いや大した練習が来てないな。まあのごろくにするか。伝染する投資任せよ。お願いします。こっちが安定か。多分下にすると成功失敗があるんだろうな。カオルちゃん、ブレイク数が溜まってるけど、まあ、ちょっと普通にメンタルしよう。さてなんだかんだでもう4月。いやーマックスになるか。まあいいや、ちょっともう一回いけるか。お、これはこれでありがたい。で告白、空いてる。まあこれはあれだよね、別に心シェイクを取る必要はないと思うんで。どうなったのか調べる。からのからのコントロール守備、悩むな悩むね。こっちにしよう。これでもう溜まっちゃったから、次は使わざるを得ない。せめてねダブルタックが来てくれればねいいんだけど。どう、あー悪くない。一応全部見る。草野とダブルタック、まあ普通にこれだね。ちょっと待ってね、さばくのはさばこう。まあ、例によって144。コントロールは C くらいまでいける。いや待って、 D にしとこう。でスタミナをちょいちょいちょいと上げとくか。でホイッと、コツの経験点がちょいちょいもらえてるか。その代わり頼むぞ。おい痴漢だ痴漢。一応全部見て、全部タックなんだけど、これはこれでなんかすげえな。3回目ってあと誰が残ってる。川瀬ちゃんとかまだか。あ来たね。のごろくんもまだか。やった、体力も回復した。でこれは経験点を取りに行く。ダブルタックではあるけどなんか微妙だな。のごろくんが筋力ボーナスだからか。伸び骨、これで復活 OK。 少し、まあ少しでもいいよ別に。じゃあまた3回狙う。よっぽどのものがない限り結構いいね。草野とのダブルタックよく来るな。むっちゃん60、70くらいでも手に入んのか。でもコントロール2回目だからな。次でブレイクスルーたまるしな。最悪いいのがなければカロリーバーを使っちゃうし。俺何、ちょっと待って、何だった。1軍に昇格よ。え俺リリーフじゃない、よくわかんねえや。任せよ。じゃあまあ大丈夫でしょう。で変化球2球締めを、じゃあ覚えますか。なんとなく、なんとなく、なんとなくカーブでいいや、スタンダードに。いいね、なんかめちゃくちゃ抑えた気がする。じゃあ復活も取っちゃいますか。でなんか微妙、ここダブルタックでも微妙だな。普通通り、ここは食おう。食って回復して3回やって、いいタック
ップが来た時にブレイクスルーを打つ。ただこれで3回練習はもう終わりかな。ゲッ草野がいた。あれ、ノゴロウ君ってまだだよね。草野とかいつも忘れるな。ちゃんとここら辺把握しておいた方がいいな。無駄になりそう。変化球は戸田君とか知らんがな。誰やねん。なかなかダブルっていうのは難しいな。8%かー。やろう。経験点を伸ばすためにはこういうところにかけるのも必要だからね。この折り紙をやってさ、体力を回復する意味がわからん。逆に疲れそうなんだけど。どうだ、2人やっちゃうか。ブレイクするでどんくらい伸びるか。100。あ、こっちはこっちで結構いいな。ノゴロウ君が絡むと結構伸びんのかな、よくわかんねえや。100、105、160、170くらい。え、なんかよくわかんねえな。こっちでいいや。ココロちゃんって別にデート進めなくても最後くれるよね。そこがよくわかんない。よくわかんないけど回復量的には、まあ、やっぱりむっちゃんが優秀なんで、回復のためにこれを使いましょう。で、で、100もらえるか。まあ、ここもなんか似たような感じだけど、経験点のコツの経験点を考えるとここが美味しい。まあ、なんだかんだで働いてはくれてんね、やっぱり。あー、ここも来てるな。ちょっと上げられるもんはあげとくか。また例によって打撃あげようかな。弾道さん、ちょっとミートをどこまで伸びる。いい。パワー、パワー C にいけそうだな。ミートも D、 ミートは D でいいか。であとはちょっと伸びは手に入れとこう。でいいや、ちょっと一回置いとく。割と試合が近いけど。でここからのポイントもらって、お疲れっす。あ、これは大してくれないよね。それでも80ポイントくらいはくれるのか。全部でアクス、うお、一応トリプルタック。100くらいもらえない。やろう。一般人草野。まあ、やっぱりね、2種類目の練習が何になるかって結構重要だね。まあ、厳選するかって言われたらちょっとめんどくさいよね。ちょっとめんどくさい感はある。でスタミナは正直 C で十分。なんかもうちょっと球速伸ばしたかったけどパワーに振っちゃったからな。まあいいでしょう。自分でも点を取る。これが街道の野球だ。ポーカーフェイスだ。伸びがあるからね。え、こいつなんだ。やらせはせん。シャケッチ。ノゴロウ君って一応試合経験点ボーナスついてたよね。ちょ、赤原、そう赤原でも敵だから弱えわ。FFF とか弾道だけなぜか4あるし、どういう原理だ。ゲー、なめてたらやられた。やはり人をなめるのは良くない。いやでも見下して投げた方がいいんだよ。グラゼニでやってたよ、ボンダ夏之助。こんなところに負けるわけにはいきません。よし、サバ、そんな魚みたいな名前をしたやつに打たれはしませんと。ちょっと。ただどんだけさ、こう塁に出てんの。一応そりゃ緩急持ってたんだっけ。
撃たれんな。カニイブシギン、こいつらみんなイブシギン持ってんな。なんなのこれまた赤原だ。おい危ね、なんだかので8本も撃たれてんじゃん。そのうち俺何本撃たれた4本くらい撃たれたよ、ね。まあ、でも40もらえる。危ない危ない、理屈は分からんが40もらえた。また守備ができんな。これ守備やったらタックできっかな。タックってかブレイクスルー、回復回復しようかな。バークってで、これでストイックゲージが溜まってくれない、溜まってない、溜まってはない、溜まってはないけど15%やろう。これで球速も上がりますと。サクッといくか。サクッとって最近怖えな。打たれるは打たれるんだよね。148にしよう。カーブもう一段階上げとくか。でなんか金徳取れる、打たれ強さ一応安いから取っとく。で牽制もなんか取っとこう。ど根性、あ復活取ってねえじゃん。よく考えれば復活取ってなかったけど余裕だったな、9回投げ切るの。まあ、そこはさすがトシ君といったところだよね。お待たせいたしました。6番街道同点のピンチです。ノーアウトランナー2塁という場面で三石、接戦も何もなくないか、まだ2回なんだから。これで追い込みました。投球これから4球目。じゃあ1回から接戦って発動すんの。対エース一応発動してんな。俺は対エースとしての実力があるのか。もう追い込んでいます。しかし対エースをもってしてもストレートはもうバットに当てることはかなわない。第3球を投げました。カーブ見送ってストライク。小田切君ってあれだよね、打撃系は何も持ってないよね。守備職人とかはあった気がするけど。いいね、スタミナがマジで減らないと思ったけど、ちょっと進まれたか。能力的には悪くねえな。B の C。投げました。3球目ストライク。ワンボールツーストライク。オッケー。要所を締める。ノーアウト二塁。スタミナ半分以上残ってんな。三石。今日はここまで3打数ノーヒット。一三振。ボール低め。なるべく振らせたいな。ボール。第5球。落とす。低め。オッケー。まず一人。低めの変化球でスイングアウト。ハイエース。しかし。やらせません。決まったストライク。これで追い込みました。オッケー、あと一人。最後は146キロストライク。下位打線か。第2球投げた外角高め際どい球ボール。内角低め見送ってストライク。これはちょっと入るか入らないか。魂を込めて投げ込みます。マウンド上は島津。投げた見送ってボールで落とす。打った三倉下がった。大丈夫でしょう。掴みました。試合下位打って二遊間が意外に微妙なんだよね。でブレイクスルーが発動してるっちゃ発動してるんだけど、どうしようかな、やるべきかどうか。ワンタックか。ここでブレイクスルーを使うと完全に1回最悪2回くらい寝ないといけないけど、まあいいや、やろう。 OK、 野呂くん。ポイントくれんね。しかも割とバランスのいいくれ方をする。あ、メンタル来てる。カオルちゃん、さすがよ。一般人とタッグを組んでるし。ここどうしようか。打たれるは打たれんだよな。ちょっと俺の自分の力を信じてみんな打ってこう。150、あといいや、なんかよくわかんねえ。
トッシー、チャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁。さすが、まずスリーランからの須田、ノーアウトランナーリベンジ。ニークラハードラック。しかしそんなもんは気にしない。ギャー、友澤ちょっといたんだお前、二遊間全然しょぼくなかったわ、ごめん友澤。で、トシが完璧だな、ここの打線完璧な打線なのに打ててない。ニークラ君3番からだね。このクリーンナップ異常だな、全然使いこなせてないんだけど、クリーンナップを。今度こそ OK。 最後に2点入れられてしまったか。ほぼパーフェクトピッチングが続いてたのにな。おー、メンタル、ちょっと誰か分かんない、一般人、黒金、あー、ピンちゃんでいこう。さっき早かったね、やっぱり試合が。着火チャンスは試合が早いのがいいよな。サクッともね、ごくまれにほぼ何にもしないで勝てる時があるけど、もう1回から回ってきてるよ。持ち、持ちも能力的には悪くないキャラだからな、能力だけね。キャラがいいとかじゃなくて能力で、宝塚も能力的には悪くない。自操作する分には全然使えるキャラだから。よし OK。 ちょっとなんだろう、あ、俺か。須田パワーなさすぎるな。てか草野走ったな、これカウント的に。そしてクリーンアップにもあるね。あー、しまった、振らなきゃよかった。粘る、ここで OK。 さてニクラ、ハードラックなど関係ない、一本ヒット抑える。富田君はまあそれなりの能力だね。外れたボール、投げました、見送ってボール、投げました、オッケー。いや、点を入れなければどうということはない。で、ちょっと一回低め、ボールが打った、ゲッツ、よし、ナイスだ。そして津田、また草野、また走ってる。リベンジが発動してるね。ポテンからのニークラ。いや、ニークラ君強え、マジで強え、こいつ。持ちからか、持ち燃えてんな、初球だから。低めに投げ込む、ゲー、持ちって速い、それなりの速さか。あ、でも走っては来ないよね多分。これさあ、まずいね。ピンチを広げてしまいました。ファール、第2球投げた、打ちました。これさ、え、あれ走られるのか、まあ、しょうがない。ラッキーボーイって何、何が発動するんだかいまいちわかんない。ゲットもさ、取れなかった。すげえ連打されてんな。だからピッチャーは嫌いなのよ。また犠牲フライか。結局俺が動かすことによって2点取られてるし。最終回で最後、うーん、何がいい、いや、なんかどれも微妙だな、なんかこれだっていうのがない。これにしよう、経験点をもらう。
ここめった打ちにされた記憶があるからな。ちゃっかりチャンスにしよう。下がったからね、経験点とか。むしろ152で、クイックを取ろう。直取りする。ポーカーフェイスはもういい。闘志がいい。威圧感を帳消しにする。勇猛化も取ろう。もう別に強い選手を作るわけじゃないんで、試合に勝つ、ただそれだけ手応え。あとは尻上がり取ろう。重い球も取ろう。打たれ一つは取るか。これで OK。 結局自分に打撃が回ってきてないね、一回も。先制のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で佐藤、第2球ちょっとどうだ。ああ、でもアウトにはならなかったか。寺田くんパワーが一番下がる。初球から打ってたヒットになります。寺田きた7番。俺なおもチャンスが続いています。打ちました。初球掴んで、これでムービングファストでちょっとシーンをずらされた。結局点取られてんじゃん。4点もノーアウトランナー一塁三塁という場面で友澤初球を打ちました。ヒットボールは中継。カイドウ1点返しました。トッシーノーアウトランナー二塁三塁となりまして、佐藤きた、入れば逆転だ。逆転スリーラン、点の取り合いだな。またトッシーノーアウトランナー一塁三塁という場面で佐藤初球、これはちょっといかないな。カイドウ1点入りました。佐藤タイムリー。しかし俺までつなげば俺が打つ。初球から打ってった。センター海道さらに1点追加。寺田タイムリー。変わってる、新倉くんに変わってる。まあ、それは新倉くん代打出すよね。末も新倉くん普通に市原になってるし、俺市原より全然打撃能力あんな。同期は3球目投げました。打ったい当たりだ。ワンバウンドヒットになる。すげえ類が詰まってんだけど、5点とか市原打たれすぎやろ。カスってなった。アウト。ダブル。さあ、ダメ押しのチャンスを迎えました。やべも走ったなこれ。ゲミラージュラッスル。第3球。いや、ミラージュラックルやだ。投球これから4球目。もう第5球投げました。危ない球。次は6球目投げました。これだ。打った痛烈な当たり。とりあえず進塁。友澤続きます。第9ミラージュラックルを打つ。初球を打ちました。いや、手を出した。俺がアホだった。トッシー、おお、ヒューマンとしてるし。投げました。え、軽減すんだこの場面。まあ確かにね、6番バッターなんかいきなりしょぼくなるからね。第4球を投げた。ここは歩かされます。ここまで2安打の寺田、まあ、ミートはでかいとはいえパワーが全然ないからね。経営策成功だったな。まあどっちもどっちだな。ドラフトは1位、まあ、先発2位よ。あと心ちゃんくれるの、ちゃんと。いや、くれるね、点数はくれるね。別に まあでもやっぱりルナちゃんだな。9100、こんなもんでしょう。まずは、まあちょっと別に能力を上げる必要ないんで、ほい。特攻のパーセンテージも多分走ったっていうか試走した時の方が高いと思われるんだけど、どうだろう。あんま変わんないか。 10% マイナスになって 10% プラスになるくらいだから、パーセンテージが変わらなければもちろん経験点の出る編成の方がいいんで、
まあ、ちょっとね今回心ちゃん入れてみましたけれども、まあ普通に走るときは思想で走った経験点で、やって更新できたらツイッターの方でちょっとアップしていきたいと思いますので、まあメジャーサクセスチャレンジなんかサクチャレですね、まあ報酬が大悟くんということで、まあ、すげえやる気はそこまで出ないですけれども、まあ、それなりの点数が出るまではやっていこうと思います。まあそんな感じで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。まあそんなわけでね、思想の時と全く同じ投手のデッキでやったら結構ハマって1万2000超えましたね。てか1万2000超えたの多分初めてだと思うので、まあちょっともう初日にしてこれなんですけれども、更新はまた難しいかなと、思います。ちなみにもうこれは一応ちょっとだけ見とく、まあ、1万2000入ればねそれなりに160キロコントロール S のスタミナ B とかで、やっぱりね技術がすげえ余ったんでミートに振りましたというような感じです。まあ、能力はね適当でいいんで。いややっぱねむっちゃんもねかなり働いてくれたね。むっちゃんが絡んでね3タックとかっていうのがねちょいちょいあったんで、まあ、それがかなり良かったかなと思います。でパーセンテージは前回の時と同じになるので、まあ、特攻さんが減った代わりに特攻2の解放ボーナスがついて、結局5種類ボーナスと得意練習なしボーナスと特攻イベキャラの上限解放ボーナスとかを合わせると合計的なねパーセンテージは全然変わらないです。13位とかまああとはこれをどこまでね死守できるかと言ったところですね。まあ更新はちょっと無理だな。もう1万2000をもう1回出せる自信はないんで、まあちょっと今回のサクチャレはもうこれでいいですという感じで、じゃあ本当に最後までご視聴ありがとうございました。皆さんも、まあ、ちょっと頑張ってみてくださいというのもちょっとあれですけれども、自分はもう多分これで終わりにすると思います。じゃあまた次の動画で、よければ見に来てください。